こんにちは、バイオリン奏者の牧野淳也です。五年ほど前から、日本とヨーロッパでモダンミュージック。コンテンポラリーミュージックの演奏を中心に、音楽活動をしております。今回から、二十世紀の音楽史と題して。千九百年から、まずは二千年までの音楽史をいくつかの回に分けて、解説していきたいと思います。今日は、千九百年から千九百十年の十年間。 にフォーカスをしてお話をしていきたいなというふうに思っておりますがその前になぜ私がこのような動画を皆さんに共有したいと思ったかということをお話ししたいなというふうに思いますこれまで私が演奏活動特にモダンミュージックコンテンポラリーミュージックを取り上げた演奏会の後寄せられる感想の中にその音楽に対してのご意見がたくさんありました例えば 今までに聞いたことがない音楽で興味を持った現代の音楽をもっと聴ける機会が増えてほしいと思ったなどのご意見もいただいたり反対に苦手、どこを聴いたらいいのかわからないなどのご感想もいただきましたそのような声を聞いてどのようにしたら私たちと同じ現代に生きる人々が作った音楽を楽しんでもらえるかなというふうにいろいろと考えてみましたそこでこの動画では 音楽を楽しむ一つの形を皆さんにご紹介できたらなと思いますそれは聞くルールや好奇心とともに音楽を楽しむということです例えばスポーツを例に挙げるとサッカーや野球は相手より多く点を取った方が勝ちというとてもシンプルなルールですが勝利に近づくための戦術はとてもたくさんあってそれらを知ることでより深くサッカーや野球が楽しめます 音楽に置き換えると作品のバックグラウンドを知ることがスポーツの世界ではルールや戦術を知ることでそれを知るか知らないかでは格段にそのの世界の楽しみ方が変わるはずです。なのでこの動画で現代の作品が誕生した裏側にあるものを知ってもらい現代の音楽を楽しむきっかけとなってもらえたら大変嬉しく思います。それでは、前置きがが、長くなってししままいましたが 1900年から1910年をともに振り返っていきましょう詳しく見ていく前に20世紀の歴史と音楽を作り上げている根っこの部分、土台についてお話しします20世紀とは戦争、情報化、国際化という三つのキーワードで表せるかと思います科学技術が進んで飛行機が開発され人々の交流が盛んになって 国際化が進んだインターネットができて情報化が進んだ世界のどの国も一般市民が参加を強いられた世界戦争が2回も起こったこれらは20世紀の歴史を語る上で最も重要で根本的な出来事であったと思いますこれらの出来事が音楽の世界にももちろん大きな影響を及ぼしましたそれまでは西ヨーロッパを中心に発展した音楽 クラシック音楽とその土地に根付いた民族音楽この2つが音楽の主流でした日本にも古くから固有の独自の音楽がありましたしかし科学技術の発展でより国際的な交流が簡単になると初めは東ヨーロッパやロシア次にアメリカそして日本と世界の様々な国にクラシック音楽が広がっていきます 20世紀の音楽は、このクラシックが一大勢力となって、民族音楽とともにさらに大きく発展をしていきます。20世紀の音楽の種類は、大きな括りで3つに分けられます。大衆音楽、現代音楽、民族音楽です。民族音楽は変わらずあり続けるとして、残りの2つはクラシックを土台としています。 一つは大衆に親しまれている音楽大衆音楽と呼ばれるもので現在の j p o p や洋楽がここに当てはまりますクラシック音楽の特徴土台といえるものは何といっても調整や和声でありそれらをもとにおいて作られた大衆音楽が今日も世界の音楽シーンのメインストリームになっています対してクラシック音楽の語法をさらに展開していったものがコンテンポラリーミュージック 日本語で言うと現代音楽と呼ばれるものです私のチャンネルにあげられている多くの動画の音楽がここに当てはまりますこの20世紀の音楽史ではコンテンポラリーミュージック現代音楽を中心にこのクラシック音楽が100年のうちにどのように展開していったかに焦点を当ててお話ししていきたいと思いますそれでは 具体的に見ていきましょう1900年から1910年はこのような出来事が起こりました一番上にある1900年というミレニアムに芸術の都フランスのパリで万博自体は1851年に第1回目が開催されていまして1900年までに4回もすでにパリで開催されていました 日本も1867年のパリ万博から初参加してそこから日本の文化ジャポニズムが広く普及していきましたこの国際交流はこれまでに出会ったことのない文化芸術音楽を多くの人々が知るきっかけとなりましたさあこの地で19世紀末以前とは全く異なる傾向を持つ音楽が生まれてきますそれが印象主義と呼ばれる音楽です もともと「スイレ蓮」の絵で有名なクロード・モネの作品「印象日の出」にちなんで誕生した美術の言葉が音楽界にも後に転用されて使われました印象派の音楽とは本当にざっくり言ってしまうとこれらの絵の絵よううな音楽という感じです自然や外の世界のイメージをそのまま音を使って表現していった音楽ですこの印象主義的な傾向のある作曲家は ドビッシー、ラベル、この2人が代表的です。例えばラベルが1901年に発表したピアノ曲「水の戯れ」は制御された噴水のような美しい水の動きや様子を見事に表していますし2年後の1903年に作られた組曲「半河」「塔」や「雨の庭」といった題名が各曲についており作曲者自身その世界をイメージして書いた。 と述べていますこの印象主義に対して人間の内部の普段は表に出なないいような追い詰められた感情例えば言葉にできない何とも言えない不安だったり腹渡が逃げ繰り返るような怒りといったとても生々しい感情を作品にしたのが表現主義と呼ばれる音楽ですこれはロマン派末期の流れを組んでさらにそのロマン派のものを展開していったものです。ここで何々派や 何々主義という言葉についてご説明しますよく音楽や美術の世界ではその時代の特徴を古典派、ロマン派などと言って体系的に表しますここまでの流れはロマン派、印象主義、表現主義というふうになります人間に本来自然に備わっている感情を重視してそれを空想的、牧歌的な世界への憧れという形で 表現したのがロマン主義ですあの人が好き嫌いなどの恋愛を中心とした描写や激しい感情情緒物語性に重点を置いていますそれに対して自然や現実世界のそのままのイメージを表現したというのが印象主義です感情という人工的なものからその反対の自然を描くそしてまたその反動で やっぱり人間の感情や壮絶な物語を大事にしたいという気持ちが高まってドロドロとした感情を表した表現主義に移り変わっていきますこのようにヨーロッパの芸術作品は音楽も美術も概して人工と自然を常に行ったり来たりしていますさあこの表現主義と呼ばれる音楽がどのようなものかまずはこちらの絵をご覧ください これらの絵は先ほどのモネの作品と全然違うと思います。これらは人間の奥底にある感情の赴くままに描いた作品です。表現主義の音楽とは、これらの絵のような何とも言えない、それでいて豊かさも感じる混沌の世界という感じです。この表現主義を代表する作曲家は、シェーン・ベルク、ウェーベルン、ベルクに代表される新ウィーン楽派と呼ばれる人たちです。 新というからには旧があるわけで初代とも言うべきウィーン学派はハイドンモーツァルトベートーベンに代表される18世紀後半から19世紀初頭にウィーンで活躍した作曲家たちのことを言います新ウィーン学派の彼らはいわば第二世代というわけですこの新ウィーン学派の祖シェンベルクは「無調音楽」および後に紹介する「十二音技法」 を開発してクラシック音楽の分野において現代音楽と呼ばれている新ししい音楽の礎を築きましたこの無調音楽はクラシック音楽の誤報をさらに展開して登場した音楽なのですがこの音楽はそれまでの西洋音楽史ににままさに革命を起こしましたそれまでのクラシック音楽は17世紀からおおよそ300年にわたってキー・調整や機能和製によって支えられてきました。 それがここで崩壊します。シェーンベルクはなぜこの完成された朝整の世界朝整王国を崩壊してまで新たたななな世界を築かかか。けければいけなかったのかこれから世界を巻き込む世界大戦が始まるような気配そして世界全体がとても不安な情勢だったということはもちろんあると思いますがここではシェーンベルク自身に起きたプライベートでのある悲劇に注目してみたいと思います。 1908年の夏シェーンベルクの妻マティルデがシェーンベルクとマティルデ夫婦で親婚のあった若い画家ゲルストルと書き落ちをしてしまいますウェーベルンの仲介でマティルデはシェーンベルクの元に戻ったのですがその1ヶ月後に画家ゲルストルは自殺をしてしまいますこの悲劇がシェーンベルクに深い傷を負わせてその後すぐに完成されたものが2つの歌曲と 弦楽四重奏曲第2番です調整の中だけで表現できる限られた世界だけでは表すことのできない特別な感情や思いをこれらの曲にぶつけたと言えます特に個人的にすごいなと思うのは弦楽四重奏曲第2番ですまず英平短調という基本の調整もすごいのですが曲の最終楽章はソプラノも入り完全な無調となります当時それをやったその革新性といったらたまらない ですねはい、弟子のウェーベルンベルクも死の教えを受け継いでこの新しい音楽を吸収し自自身ののとマリアージュさせてて独自の音楽を作り上げていきますベルクは大まかにくくってしまうとシェーンベルクのスタイルや思想を多分に受け継いでおりますが対してウェーベルンはシェーンベルクやベルクと比べると表現主義的な傾向はやや少ない。 のですが2人とは違った魅力のある音楽を作りましたルネッサンスの音楽を研究して音楽学の博士論文を書いた後に作曲を始めたという異色の経歴の持ち主であるウェーベルの音楽は格言集みたいな音楽だなというふうに思います格言とは短いピリッとした表現で人生社会文化などに関する見解やその心髄 について分かりやすく覚えやすい形にまとめた言葉や短い文章のことを言いますが切り詰め、削ぎ落としたような鋭さそして無駄のなさを感じさせる聖地を極めたこのスタイルウェーベルンのスタイルは後の音楽家にとてつもなく大きな影響を及ぼしましたウェーベルンに影響を受けた作曲家は本当に数多くある意味では詩のシェーンベルクよりも多くの影響を を与えていると思いますブーレーズケイジストックハウゼンタケミツトールブライアンファーニフォーなどあげればキりがありません彼ら新ウィーン学派の音楽美学思想が現代音楽の土台となっているのですはいというわけで今回は以上になりますのでまとめをしていきますまず二十世紀の歴史と音楽の基本的な変遷について 20世紀の歴史は戦争国際化情報化でありその3つの出来事は音楽の分野にも大きな影響を及ぼしたという点。20世紀の音楽は民族音楽大衆音楽現代音楽と大きく3つに分けることができ現代音楽は特に20世紀の出来事と密接に関わり合いながら展開している点。年年から年の音楽は 印象主義の反動で表現主義が生まれシェーンベルクウェーベルンベルクの森ン学派が朝鮮音楽を崩壊させるという革命を起こして無調音楽の作品を世に紹介し始めた森ン学派の音楽美学哲学が今後さらなる展開を見せる現代音楽の土台となっている。というわけで今回は以上になります。次回は年から 1920年についてお話ししますではまた